皆さんこんにちは、シダル DB 石井亮介です。本日はワンウェイゴルフクラブさんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。ありがとうございます。パターです、はい、でこれアンサー 2D なんですよ。でこれをわざわざ撮影終わった後に小山さんが僕に渡してきたんですけど、僕これもう分かっちゃったんですよ。嘘、すごい。内角がブラウンなの、うん、でグリップこれなの、うん、これシブコのやつでしょ。オレンジって書いてるよ。オレンジ、うん、これ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 、それが全く同じ仕様、シブコ仕様のはずで、はい、内角2度フラットってまあまあですよ。本当はメンバー限定したかったんだけど、はい、思い切って公開します、はい、これは、ピンの方で作った渋野日向子スペックの2023パターンアンサー 2D、あくまでレプリカなんですよね。レプリカっていうか、まあいろいろ作って1本シダ用に用意していただいたっていうような感じで、何本か作るでしょやっぱり。もうそっくりそのままの渋野日向子選手のスペック。例えばシャフトがカーボンじゃなくてスチールが入ってたり、はい、石井さんが言ったみたいに来角がオレンジ2度フラット、はい、で長いからね、長さも短いしね。でグリップはね、PP58 ミッドっていう、これあれシグマでしたっけ、あの昔はね、彼女がほら全英女子オープン勝った時のパター、青 い,、ね、青いあの樹脂入りのパターの時のグリップ、これが純正だったと思うんですよね。詳しいね。多分ね標準はブラックグレーなんだけど、はい、ブラックブルーが入ってるっていうのがちょっと特徴かな。で長さは33インチ、はい、短いです。まあ、そんなに大きくは変わってないかなとつっても、内角2度フラットってまあまあですよ。なんか内角って身長もあるんだけど、手の長さとあと前傾が大事だから、はい、手も伸ばす人と、僕こう構えたいんですよ、だいないのね、そこにパターが、しゃがまなきゃいけないんで、ね、そこは合わせて打ってもらうしかない、はい。うまい。まあ内角がこういうなってるとこれに合わせて構えるんで、だもし例えば中華屋さんで自分に合ってない内角とか選んじゃうと、そのパターで練習する限りにおいてそのパターに構えさせられちゃうと思うので、だ自分に合ってる長さとか内角って重要ですよ。パッティングって姿勢も大事ですもんね。さすがに僕この姿勢でだって1時間とかパター練習できないですもん。結構フラット手元下げなきゃいけないし、体もかがめなきゃいけないし、いい音。あれ渋野さんって身長170ちょっとあるんですか。そんなない160、166から168ぐらいじゃないですか。でも、まあ、手が長いんですよね。手すごい長いです。やっぱりアスリート前とした、あのトーナメントとか行かれた人分かると思うけど、はい、やっぱりあのちょっとがっしり感というか、なんかレスリングの選手みたいな、なんかレスリングが、うん、やっぱ体の、まあ、鍛えてる感じはね、強さみたいなのを感じる選手ですよ。でもこの今僕これ思ってて、白山さん内角オレンジにすればって思ったんですか。あ、そう、白山さんは割となんかこうマレット型なのに L 字っぽく構えるじゃないですか。あ、そう、自分じゃ分かんないから、こうやって構えるじゃないですか。あ、そう、なんかフラットの方が合う気がする。同じ身長同じ手の長さの人でも、はい、例えばちょっとハンドアップに構えたりハンドダウンに構えたりすることもちょっとはあるでしょう。そうでしょうね。特にハンドダウンにやっぱ構える人っていますからね、押さえつけて構えちゃうタイプ、青木沙さんみたいに。逆にこうね、あのアップライトにこうやって構えたい人もいるとは思いますけど、メリットはあるんですか。あんまりそうさせたくない人なんで、あのハンドアップはあり、ハンドアップは逆に手首をこう固定できるイメージはあると思うので、フェースの開閉を小さくするならちょっとハンドアップ気味に構えた方がいいかなと思うんですけど、ハンドダウンに構えちゃうとなんかこうパンチが入る気がして、あんまり僕はおすすめをしてないです。青木さんもパンチ入れてるもんね。まあそこはちょっと大先輩すぎて僕は何か言う言葉は控えますが、プロゴルフ協会から抹殺されてしまう。あ、でもなんか青木功さん、これまた聞きなんで違ったらごめんなさいね、はい、手首を本人は使ってなくて、俺は肘で打ってるんだっていうふうに言われた人がいるっつって、あ、そうか、だから面が変わってなくて肘を使ってるんだっていうふうに言われたっていう話も、手首しか使ってないように、あるとかないとか、僕ら素人は見えるんですけど、あるとかないとかです。マジかよ。
いろいろ伝説があるからね。フェードドローを打ってフェードをどうやって打つんですかって誰か JGTO か PGA かなんかの講習会で誰かが聞いたら、フェードって思って打つんだよって言われたっていう伝説がありますから。それでも多いよね。いやでもそれは答えだと思いますよ、うん、僕もそう思います。フェードって思えば体が反応する、スフェードに、うん、いやそれぐらい練習してきただろうお前たちっていう意味だと思いますよ。中部銀次郎さんはボールを見る位置を変えるっていう話ですよ、うん、先を見たり手前を見たりして球筋変えるっていう話ですよ。それパターでも有効なんですかね。パターは分かんないですな。ちょっとショートしがちな人はこっちとか、オーバーしがちな人はこっちとか。最近 YouTube 見て勉強してんだパターある YouTube もある、藤田さんのパッティング。あーあれはいいね、うん、あれはねみんなに秘密にしたいよ藤田裕之さんが延々パッティングをずっとしてるし、あの動画があって、はい、あれは面白い。なんかご本人はダウンブローに打ってるって言ってて、なんか測定したらレベルだったっていうのを見たことがあるんですけど、それだからご本人もちょっと気にしてるみたいで、はい、俺はダウンブローの気持ちで打ってるけど実際にはちょっとレベルになってるみたいっていうようなことを言われてたよ。あ、もう認識されてるんですねやっぱ言われるからでしょ、藤田さんって言ってダウンじゃないじゃないですかとかって言う人がいるじゃない。いやでもそれはプレイヤーの感覚だからね。時間がギリギリ系ですねはい、はい、じゃあ終わりにしましょうか。渋子もこうやって自分用にいろいろとやってるっていう、当たり前だけど、そうね、やってるっていう。まあでも内角2度フラットなんて市販のパターンズなかなかないと思うので、だからこういうのもちゃんとピンに行ってフィッティングを受けて自分に合う、まあ内角とか長さとか、まあもちろん傾聴とか、ぜひ皆さんも調べてみてください。渋子のパター編特別編でした。ありがとうございました。